分かりやすい健康医療情報をお届けする眼科専門医の平松です。今日はルミガン、ラティースについてお話しようと思います。このお薬、特にルミガンというお薬は日本で一般的に緑内障という、目の病気について使われているお薬ですけど、ラティースというお薬とルミガンというお薬は、海外ではまつげを伸ばす成分として使われています。もともとこのお薬というのは緑内障というものの治療薬だったんですけど、そのお薬の副作用としてまつげが伸びてしまうんですね。ですから逆にそのまつげに塗ってあげてまつげを伸ばそうというような、やっぱり女性たちがいらっしゃって、その方々が使われているというのが現状です。ラティースとルミガンというのは基本的に一緒です。ですから成分としては全く変わらないものと思ってください。じゃあこのお薬、失明してしまうんでしょうか。失明するというような噂があるのは知っています。実際はこのルミガン、ラティースを使って失明するということはありません。じゃあこのお薬は全くもって安全なのかというと、もちろんお薬ですから副作用があるわけですね。一つは目の周りの黒ずみということがあります。まつげが伸びると同様に、このお薬の特徴としては目の周りが黒ずみやすいということがあります。まつげ以外の部分につけてしまうと目の周りが黒ずんでしまうので、その点は注意された方がいいです。2点目としては、目に入ってしまったりすると炎症を引き起こしやすいということがあります。ブドウ膜炎、角膜炎というように目の炎症を引き起こしやすくなって充血しやすいということもありますので、その点も注意してください。また虹彩移植、いわゆる茶目の色が変わってしまうこともありますので、それも注意した方がいいですね。もう一つはデュースという、聞き慣れない言葉と思いますけれども、目のまつげに塗っていますけれども、まぶたのところが脂肪が減ってしまったりして落ち込んだような状態になってしまうというような副作用が現れることもあります。一般的にこういう副作用についてはなかなか教えてくれないものなので、知っておいてください。もし副作用が出るようなことがありましたら、きちんと医師と相談して、その使用についてお話してください。逆に立つ情報を配信していきたいので、こちらの登録ボタンを押していただければそれが見れるようになります。スマートフォンの方は下にある欄から登録をしていただければと思います。